富士ヶ丘駅は、名古屋市名東区富士ヶ丘にある、名古屋市営地下鉄、愛知高速交通の駅である。名古屋市営地下鉄東山線と愛知高速、交通等無給料線の2路線が乗り入れる。駅番号は、名古屋市営地下鉄が H22, 愛知高速交通が L01。相対式ホーム2面2線を有する高架駅で、可動式ホーム柵が設置されている。 北側に引き上げ線2線を持つ。改札口はコンコースを挟んで南北に1箇所ずつ、出入り口は3箇所ある。バリアフリー対応として出入り口に1機、各ホームに1機ずつ、合計3機のエレベーターが設置されている。この駅の先に地下鉄の車両基地である名古屋市交通局藤ヶ丘工場があり、全路は長久手市方面へ続いている。当駅は 東山線運転区が管轄している。駅敷地内に、ファミリーマート、東山線藤ヶ丘駅店が営業している。名古屋市交通局 h p によると、2019年度の1日平均乗車人員は3666人で、ある。東山線の駅では、名古屋、坂伏見に次いで4番目。名古屋市営地下鉄前駅では87駅中6位。名古屋、 栄、金山、伏見、矢場町に次ぐ。リにもの藤川岡駅改札口プラットフォーム島式ホーム一面二線を有する地下駅。改札口は一箇所、出入り口は三箇所ある。コンコーストホームは藤川岡 f ェの地下に東西に伸びており、地下鉄駅舎から見るとやや東側に位置している。バリアフリー対応として、角室入口に一基ずつ、改札内に一基。 合計4機のエレベーターが設置されている。安全対策として、フルスクリーンタイプのホームドアを設置。愛知高速交通愛知高速交通の発表によると、2019年度の1日平均乗車人員は1115人、1日平均乗降人員は2268人で、ある。東部丘陵線の駅では、最も利用者数が多い。愛知高速交通以下、 乗車人員と降車人員の合計。藤ヶ丘バスターミナル、藤ヶ丘バス停留所駅西側の市バスターミナルに発着。藤ヶ丘バス停留所駅東側の藤ヶ丘エッフェ周辺に発着。藤ヶ丘駅バス停留所、名鉄バス同様、駅東側の藤ヶ丘エッフェ周辺に発着。このほか長久手市、コミュニティバス。 N バス藤ヶ丘線が駅東側に停車する。地下鉄東山線の東側の終点でバスターミナルとなっており、名古屋市中心部から市東部や長久手市、さらには尾張旭市や瀬戸市、日清市北部への中継点となっている。地下鉄の交通圏と自家用車の交通圏の境目にもあたり、駅周辺には商業施設や飲食店、金融機関などが点在する。 また周辺に大学や高校も多く、その学校へのバスも出ていることから、学生、生徒も多い。また学校のみならず、いくつかの企業の工場や温泉、日帰り入浴施設への送迎バスが出ている。直江島駅は名古屋市と長久手市の境界近くにあり、長久手市の一部は東駅からの徒歩県である。明治時代までは藤森村であったため、付近には藤森、 富士里といった、当日なんだ地名がある。また、丘陵地であるため付近には、が、丘という地名も多い。地下鉄は当初は、井の小石や高張に惹かれる案もあったが、車庫等の用地を無償提供するなど地元の熱心な運動により、富士ヶ丘への誘致が実現した。地下鉄東山線は、高架駅であるのに対し、東部丘陵線は、地下駅である。 東山線の開業当時の藤ヶ丘周辺は開発途上であり、用地買収が容易であったので地下構造にする必要がなかった。しかし、東武丘陵線建設時にはすでに住宅などが立ち並び用地の確保が困難であったことと、藤ヶ丘駅が丘陵地にあることから線形の問題によって地下駅となった。 当駅のように地下鉄が地上駅で私鉄が地下駅のパターンは他にも大阪市に急上駅がある。地下鉄開業当時、当駅まで直通する列車は4本、または5本に1本であり、残りは星ヶ丘駅折り返しであった。しかし、1971年に3本、または4本に1本、1975年に2本に1本と、順次増発され、 1982年の高畑駅延伸時より原則として全列車あたり駅発着となっている。地下鉄は6両編成であるのに対し、リニモは3両編成であるため、2005年日本国際博覧会開催期間中の駅周辺は混雑を呈していた。そのため、駅前に設置された藤ヶ丘リニモ広場にはリニモの乗客の長い列ができていた。 乗客はこの広場を通って、松坂やストア側の入り口からホームへ行くことになっていたが、地下の切符売り場を使用することは、ほぼ不可能なので、まず広場内の臨時切符売り場で乗車券を購入してから列に合流していた。トランパスなど、すでに乗車券類を所持している客はそのまま列に並んでいた。また、地下鉄乗り場に近い出入り口は、混雑時は出口専用となっていた。 なお、万博終了後に広場は閉鎖され、2006年11月1日に、広場跡地に商業ビル、藤ヶ丘エッフェが開業した。当駅一番ホームに到着する列車はすべて車庫に入るため、ワンマン運転開始後車内自動放送が更新され、桜通線で採用されている、乗り過ごし防止のための注意喚起放送が流されるようになった。ありがとうございます。